私はいつでもどこでも寝られるのが特技なの。でもできれば極上のベッドで枕を抱えながら寝たいかな。その方が夢見がいいしね。うわあ、作者の復活はお昼寝の後にしよう。私は眠っている時が一番幸せなのに、起こされちゃったからちょっぴり腹が立っているのよね。王子様って空気を読まない人種だわ。